実況後半パートです。7回の表3点ビハインド、なんとかいけるかな。投げました、初球空振り、今のかったかな。1球目空振りから第2球打った、アルボール、第3球を投げた、外れた、ボール、次が4球目投げた、打ちました、押し負けた、山梨取った、1塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番藤岡、これが3度目のバッターボックス、藤岡だからな、投げた、打ちました、抜ける、あーダメか、ここはうまい守備に阻まれました。バッターは幕張の伊達、荻野、今日はここまで3打数ノーヒット、投げた、危ない、4択は防ぎたいね、投げた、打ちました、引っ掛けた、これ落ちるでしょ、前進、ヒット、荻野ナイスバッティングです、初安打、バッターは2番マーティン、まずは一塁牽制、タッチ、カインドルツーアウトだからな、第9打ちました、大事にしていきたいな、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です、ウエストするよねやっぱりね、投げました、アウトコース、そうだよね、ワンワンだったら動いてくるよな、第4球を投げました、アウトロー空振り、タイミング合いません、第5球投げました、打った、よし復活した、これはキャッチャー間に合いません、ファールボール、あー打っちゃった、空振り三振、フォークはダメだよ、勢いよく舞い上がりました、7回の裏バフローズラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは杉本、今日はここまで3打数2安打1三振、投げました、打ちました、ライトへ飛んだ、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは6番中川、今日はここまで3打数2安打、頼むよ、第2球打ちました、ファールボール、第3球打ちました、ショート右、これワンチャン有吉先発に転向させるっていうのもありかもしれない。バッターは7番山梨、今日はここまで3打数1安打、打った痛烈な当たり、センター前言撤回するわ、ヒットです、多分無理だわ、山梨いいバッティングを見せました、バッターは8番後藤、ここでヒットが出れば先発全員安打達成です。いやこれは防ぎたいな、第3球をランナースタートを切った、2塁送球はどうだ、盗塁を許します、山梨今シーズン第4球はボール、次は5球目投げました、打った、スタンドに入りました、ファール、さあ6球目投げた、ボール、いやー見られた、これボールなんだ、もう一回同じところ、ここはフォアボールになります、これボールって言われるときついな、2安打の若月、第2球打ちました、いい当たり、レフト前クリーンヒット、若月ナイスバッティング、やばい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 、外角低め1回ストライク、あーファールファール、第3球を投げた、あ打ちました、痛烈、打球はそのまま伸びていく、ライトを見上げた、ホームラン、今シーズン第3号満塁ホームラン、バファローズファンで埋め尽くされたスタンドに吸い込まれていった、変化球を完璧に捉えられました、バッター猛牛のユーティリティ、はい、お疲れ様でした、見送ってストライク、投げた、打ちました、センター前進、取ってアウト、スリーアウトチェンジ、7回の吉田、コーバ、マリーンズ、この回はクリーンアップからもうどうでもいいや、先頭バッターは3番中村、もうどうでもいいや、ここまで来ちゃったらもうどうでもいいや、投げた、2球目空振り、勝とうが負けようが別にどうだっていいんですけど、投球はこれから3球目、打った、山梨ボールを取る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番安田、これが4度目のバッターボックス、投げました、初球外れてボール、第2球投げました、打ちました、フラフラッと上がった、取りました、ひどいね本当に、これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番井上、投げました、インハイ、中継ぎに水を刺されるってこういうことなんだな、第2球投げました、スライダーボール、第3球を投げました、きたー、いったー、一直線、なんだろう、ホームラン打ってもなんだろう、感情が、なんだろう、喜びの感情がないんだけど、なんでかな、狙っていたでしょうか、完璧に捉えました、チームメイトが迎えます、バッターは6番藤原、
やっぱりなんかもう負けが見えてるからかどうでもよいんだよな、ホームラン出ようとないが投げたボール出たところで何だって話だもんな。第3球を投げたマシンで捉えた掴んでこれで3アウトになります。8回ちゃ答えバムローズ、この回はみんなのからの攻撃になります。昔的はみんなこれだもんな。今日はここまで4打数2安打1三振、はい、バリー第9からかもう調整当番ですよ。投げた初球決まってストライク打ちました。ショート正面一塁送球アウト、これでワンアウトランナーはありません。吉田正尚も突っ込んでるしな。小田決まってストライク初球空振りから投げた流し打ちどうだ、これはヒットになります。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ、小田ツーベースヒット。いやもうここまで来たらさどこまで取られるんだろう。インドを見送ってストライク、まずは入れてきました。スローカーブ見送ってストライク投げました。打った一二塁間一塁へ送るアウト、マリーなおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは中川、今日はここまで4打数2安打ストライク。これさ6点差逆転できたらすごいよ。打ちました投げました内角低めいっぱい見逃し三振、まあ、できるビジョンが全く見えないんだけどさ。さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは DH の佐藤、今日はここまで3打数初球を打ちました。レフトへのフライになった、レフト取りました。これでワンアウト。本当にひどいなマジで。右バッターボックスは8番目ぐらい、これが4度目のバッターボックス投げました。ボール。ぶっちゃけさ代打出したいけどさ出せるやつがいねえんだもん。第2球投げました打ちました。超掴んだピッチャーから一塁送球アウト。強いて言うなら菅野か加藤翔平ぐらいだから。バッターは9番ジオカ、スタンドからは必死この低打率よみんな。バッターは代打加藤翔平マリーンズ、最後のバッターになるのか。ストレートはボール。第2球投げた打ったいい当たりだ、伸びた、よしよかった、まあまあいいや、まあ、勝ちには繋がんないだろうけど。二塁へ向かう加藤ツーベースヒットを放ちました。先ほど勝ちには繋がんないからさ別に今打ってみんない。第9投げた流し打ち T 岡田取りました。試合終了です。いやひどいな、敗れました。あのホームランは余計だよ。トレード設定はしてないんだから、あれなんですけど、まあ、チェンウェインを登録抹消して、まあ、石川かな。いや有吉登録抹消して中継ぎもみんな不安だしな。チェン・ガンユドイヒデトに変えてクリアかな。佐々木に変えて佐々木とかさ、もうみんな何やってもダメだけどさ抗うよね、なんとかして密漁に変えて細谷入れてさ、加藤翔平入れたいけどさ誰引っ込めようか。いや和田を入れたいけど誰引っ込めようかって思ってた。和田かな。まあこれでね、豊田ってピッチャー欲しいな。でここからはね、日程飛ばしたいと思います。で、東京オリンピックがあるんですけどもね、ここまでかな。ね、幻の東京オリンピックですよ。今行ったらすげえ叩かれてる。まあ、どうにでもなれだよね。勝つんだよな。チェンなんだよね。この位置どうした？
3回か。ダメかな。マーティンが衰えてきてる、やばい。さあこれで、ね、なんとか最下位を脱出したい。最下位脱出したい、なんとかしたい。ここはああ、中津延長でな、負けたか。とりあえず前半戦終了までやりましょうか。あ、オールスターファン投票か。まあ、ロッテは多分選ばれてないですよ、ファン投票じゃ。美馬が3位、うん。井上が2位、中村が3位、レアードが3位。あ、マーティンが3位、やったね、マーティン選ばれて。1人っていうね。まあ、現実世界のオールスターは中心になりましたからね。楽しみも何もないよ。さあ、フリアがプロ初先発初登板。大敗ですか。ひどいな。え、3回で引っ込めちゃったの？もうちょっと投げさせればよかったじゃん。なんだ？あー、負け腹痛ですか。はい。オリンピック参加国についてメンバー発表になりましたか。いやー、実際にありえなかった東京オリンピックですよ。中継ぎな、西野に帰ったらみんなひどいからな、投手陣が。もうほんとどうにかしたいもん、この投手陣。まあ、2対1は投げたの長かったね。2ゲーム差だもんな。あ、オリンピック誰がやるんだろう。菊池雄星、噂は西、森下、岩崎、く、森、中川、三島、松井、藤波。順当に考えてーなー。いやー、これねー、中津藤波はないだろうなー。祖父江だな。野手は面白い、絶対ねえよ。いやもう、だったら岡本選ぶわ。森梅の栗原海でしょ。西浦ありえねえよ。浅村、いや見事にロッテから誰も選ばれてない。まあ、岡本はサード守らせるとして、キャッチャー3人やろ、でファーストやろ、セカンド、山田もいるしな。で、サード、岡本、ショート、今宮でしょ。まあ、DH は村上でもいいし、山川でもいいし。ショートが欲しいな。今宮じゃないだろう。やっぱ坂本でしょ。なーちょっとなー、ショートがもう一人欲しいんだよな、強打。強打なー、でも複数守れるポジションがいいから、ショート以外も守れる。ヤマト、ヤマトなー、ヤマト、ヤマトなー。
これね、結構迷うね。ショート坂本だけっていうのもな、不安だしな。キャッチャーはこの3人で回すとして、ファースト山川か村上、セカンド山田、サード岡本、ショート坂本でしょ。で外野はこの4人でしょ。いやショートもう一人欲しいな。源田、足速い選手もいればいいかな。ここだな、こうだな。サード岡本にするから、浅村もサードできるっちゃできるけど、サード低いしな。サード岡本いこうかな。この先秋山じゃなくてこの先だな。センターもできるし、セカンドもサードもできる。ああシュートもいんのか。シュートだとショートもいける、外野もいける、サードもいける、足もある。なんでこんな時間かかってんだろうな、本当。代表選ぶだけなのに。ロッテは誰も選ばんよ。残念でもないし、当然で。いやー、これ迷うなー。ショートが欲しいんだよな、ショートが。サードはサードになる。これでいきましょう。1,2,3,4,5,6、 あと6試合か。先発は今日誰だっけ。あ、中村としてか。いやほんとね、みんなひどいな。キャッチャー江村にしてみるか、ショート西巻にしてみるか。いやこれはひどい。いや三馬が衰えてきた、やばいやばい。これ完全三馬がもうダメだったらもうダメだよ。中村としては一軍登録抹消して、中継ぎを増やそう。ローテーションが石、まあこの5人だね。いやーやばいなー、本当にこれはひどいなー。いや勝ちてえなー。しかも5敗ってなんだよ。で西野の怪我が来る、回復でしょ。いや、もう今週の2軍だから、この前半戦は。借金19ってなんだよ。本当に勝てないね。で、ローテーションも虹になっていけないでしょ。3年1、今は古いやつだけど。いや、これほんとね、だ、うん、なんか、なんだろう、笑いが起きるよね。笑うしかないよ、ほんとに。どうにでもなれだもん、ほんとに。
3連敗だよ。いやひどいなマジで。タネイチを1軍登録抹消して、で長野を1軍登録。本来なら長野選手は札幌とかに行くことはないんだけど、1軍登録。いやもうこれ行くしかないよな。引き分けだよ、しかも。4.5 ゲーム差ってなんだよ。もうみんな衰えていくし、ほんとこの動画終わるかなマジで。なんか終わんなくなってきたよ。1軍登録で、あと投げてないの誰だ。あ、沼二木か。クリアを1軍登録抹消して、あら、いやーひどいな、本当に本当にひどいな。これで行くしかないよね。惨敗だよ、ひどいな。いや引き分け挟んで4連敗ですか。いやー即戦力の選手が欲しいマジで。で見舞い1軍登録抹消して、渡辺、これも前半戦最終戦だからな。いやもう勝って終わりたい、これは。このパートはマジで勝って終わりたい。やったー、やっと勝ったよ。いやーよかったよかった、勝って前半戦が終われた。はい、ということで無残な形になってます。ひどいね。開始このなん前半パート開始前からさ、ゲーム差が 2.5 離れるって何なの本当に。でもコンピューターがやってるからはさ文句は言えないけどさ、いやこれいくらなんでもひどいよね本当。どうにかなんねえかな。とりあえず1分ロックしといてさ、まず回復、体力の回復に、まず疲労回復にまず全力を注ぐよね。これでいいか。はい、ということで、前半カードから続いてねやってきたんですけれども、まだ UMS 散々な状況はまだ続きます。もうそろそろちょっと出したいなと思います。まあ僕の努力も必要なんですけども。ここまでご視聴ありがとうございました。次の、パートでも、よろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではお疲れ様です。